強み、一番の本質的な価値ってどこかというと、コミュニティ。絶対そう。コミュニティの良さは、自分がやりたいと思った時に、一緒にやれる人がいることなんです。まあ、競争する。例えば、共に、学ぶだったり、遊ぶだったり、まあ、作るだったり、する人たちがいることが、そのコミュニティの価値だと思う。コミュニティには多分、目指す方向性が大事で、うん、それが、ポーロの中で言うと、グローバル時代だと思う。今の時代に、そのコミュニティは求められてるというか、うん、その辺の実感値は、やっぱりあるかなと思うんですけど。うんうん、それこそ、このコロナの状況で、一人で結構いる人が多くて、まあ、誰かと一緒にしたいけど、今できないみたいな、声すごい聞くような、はい、いるからこそコミュニティの価値ってすごい上がってるなっていう感覚はあります。コミュニティって分かりやすいのは一つは家族とかね、まあ、僕ら独身には何も関係のない関係ありませんところなんですが、まあ、一緒に住む人、うん、次に職場ですよね、こういう働く仲間で、僕らが言ってるコミュニティっていうのはどっちかというとこのサードプレイス、サードコミュニティって言われているようなもので、うん、3つ目の場所を作っていきましょうっていう、はい、そういうコミュニティって今こうオンラインサロンとかいっぱいあると思ってるんですけど、うん、その中でもなんかポーロの良さというか、うん、ここだけは負けないぞみたいな、ポーロの良さみたいな、ポーロの良さ、ポーロの良さは多分一番はメンバー同士の理解が深いことだと思っていて、で一期はメンバーはワンオンワンみたいな形で対話で深く深掘ったりもするし、あと圧倒的に時間が長い、だからすごい一人一人のこと理解してるし、何ができるかも分かるし、考えてることも分かるから、結果として新しいことが生まれやすい、うん、僕もポーロの良さを知り合いとかに伝える時に何を言うかっていうと、知り合いができるよとかじゃなくて親友ができる。今ポーロの一期とかを見てると、もうポーロの関係性がない人生なんてありえないってみんなが言ってる、ずっと一緒にいる仲間がこの年になってできると思わなかったっていう風にすごい言ってくれるところにやっぱり価値があると思っていて、そこを結構出会ってうまくやってるのがポーロだなっていうところで言うと、1年間っていう区切りの良さ、ダラダラしないから濃くなるっていうこともあるし、あと一番はあれか、目的意識、みんなでこれからの時代の次世代のグローバル人材になるために成長しようっていうところが一致してるから、みんな、みんなね、そうそうそう、価値観でね、だから濃くなるんだろうね。具体的にこれ良かったなっていう、これはたくさんあるんですけど、松崎さん、彼はねすごいんですよ。彼は千葉の学校を借りて文化祭と運動会やる、ポーロのメンバーも50人以上関わって企画をするし、あと千葉の自治体かなとも連携してやるし、あと千葉の人たちも呼ぶし、当日はポーロメンバーが企画したコンテンツに千葉の人たちが来てくれて、すごいよね、地方創生を目的としてっていう、うん、そのグローバルな経験をローカルに落としていくっていうことで、うん、300人ぐらい千葉のね田舎に本当どいなんですね、あんな開校なんだよね、うん、開校でイベントをやって、しかも世代も子供からおばあちゃんからいろんな人が来て、ああいうアクションがね起きるのがいいですね、うん、あとポーロの中にはサークルとか部活みたいなものがあって、うん、まあ、そこから生まれたものとかで言うと、一つはナミッポっていう、ナミッポ、これ元々はサーフィンサークルっていうものだったんですけど、はい、サーフィンとかを軸として、まあ、海とか豊かなライフスタイルを広めていきたいっていうことをいろんなプロジェクトでやっていて、そこのメンバーたちはすごい熱くて、ハワイ州観光局と連携をしたりとかして、うん、ハワイとかにこう人を送ったりとか、うん、PR をしたりみたいなことを一緒にやりたいみたいなことをプロジェクトベースで起こしたりとか、うん、だってもう三井さんに直で会うことってハワイ行ってたもんね。そうだね、ハワイ行っちゃうんだみたいな。だナミットのメンバーは熱量を持っていろんなことを動かしている、うんうん、まあ、もう一つはやっぱ旅とかアネットもやっぱりその女子旅のコミュニティを作っていきたいとか、他にも言い切れないぐらいいろんなたくさんのプロジェクトとか動いてたりはするんですけれども、そういうのがどんどん生まれてくるのがやっぱ、うん、ポーロの良さかなと。ポーロはグローバル人材アップデートするっていう目的に対してまあ共感している人たちが集まっていることと、もう圧倒的メンバー同士の仲がいい、みんなが理解し合ってる強いコミュニティです。2期がオンライン中心のこのご時世なんでなりますよと、1期でできた圧倒的な熱量感ができるのかはやっぱり正直不安な部分もすごい議論したのね、うん、まあ、ただ僕らが議論していてすごい思っているのは、オンラインだからできることってすごくたくさんあるなというふうに思っていて、コミュニケーションの頻度を上げることとか、それこそ1期のフォローの課題って地方にいる人がわざわざ講義を渋谷まで聞きに来なければいけないっていう、その物理的なアクセスの話とか、それだからオンラインを前提にすることによって1期に解決をするんで、意外と不安はありつつもよりよくできるんじゃないかっていうイメージしかないよね。そうそうそう、今のところは、去年一期生が始まって、どうしても仲の良さっていうのがこう場所に依存する、オフラインに依存するっていう風になってしまうと、そこに入れない人とかっていうのはなんか仲良くなるのにこう遅れがちだったりするのが、うん、最初からオンライン前提だと、うん、Zoom の URL 一つでみんなが集まったり、うん、コミュニケーション取ったりっていうことができるんで、そういうのがやっぱりやりやすくなったから、逆に僕らの視点から見てもオンラインの方は熱量上げられるぞと、うん、コミュニケーションの頻度上げられるぞっていう風には思ってます。あとはオンラインの特性で、まあ、Zoom とかやってるメンバーは大人数で集まるみたいなの適切じゃないと思っていて、
ね。そうだね。いきゃ結構その少人数の濃いコミュニティがたくさんできていくんじゃないかなっていうのも、はい、まあオンライン前提だとそういうちっちゃいところでどんどん仲良くなるみたいな、うん、主体的に生まれていくから、うん、なんかそういうこととか、まあ、あとワンオンワンとかねめっちゃやりやすくなる。でそこで深い話をしてお互いの理解をするっていうこととかは結構やりやすくなるんで、うん、まあ、そこは結構ね、うん、不安がありつつもかなり面白くなりそうだなっていうふうにしか思ってないですね。ホーロの良さとしては、うん、そもそも運営側としてもまず一つは余白を残してフラットにコミュニティを作っていきたいと思ってるんで、僕らが教えるとかじゃなくてみんなで学ぶっていうスタンス、うん、なのでミッチがよく言うのはその当事者意識とか主体性みたいなものをすごく参加者の人には求めたいし一緒にやっていきたい。ホーロ自体はどうやったら良くなるんだっけっていうのは僕ら見えてる部分もあるし、参加者からこそ分かる部分もあって、うん、課題感があったら一緒にやろうよっていう人たちが来てくれたらまあいいよね。そうだね。1期生のメンバーの中にキンスっていうね、おキンスね、キンスっていうメンバーがいるんですけど、はい、彼はもう本当にすごかったよね。すごかった。このコミュニティがどうやったら良くなるのかっていうのをキックオフしてから最初の3ヶ月ぐらいずっと考えて、うん、アクションを起こし続けてくれるっていうことをずっとやってくれて、だキンスの動きによってこの人とこの人が仲良くなったり、うん、このプロジェクトが生まれたりっていうのが多発していったから、そういう風に自分から自らコミュニティを良くしていこう、うん、学びをどんどん良くしていこうっていうことをやっていける人に集まってもらいたいし、そういう人が集まった場所ってめちゃくちゃ面白いっていうのをこう感じに来てもらいたいなと思います、ね、キンスはやっぱ本当すごいなと思ったのは、一期がすごいアクティブなんで、まあ、サークルと部活が最初の1ヶ月ぐらい100個ぐらい乱立したんだ、ね、乱立したんだね。僕とかシミナーも分かんないぐらい乱立したけど、キンスが全部まとめてくれたチャンネルで。なるほどね、うん、そのどういう部活、どういうサークルがあるのかっていうので、なんか新しくまだ馴染めてないとか、あなたにはこれがいいんじゃないですかみたいな、うん、アドバイスをした時にこれはすごいなっていうの。なるほどね、うん、ある人から言ったらそんなの運営やってくださいよって言ってくるけど、フォローはそういう場所じゃない、うん、みんなで1から0余白を埋めていく、うん、作っていくっていう、まあ、オンライン、まあ、だからこそなのかもあれだけど、まあ、よりなんか主体的に、うん、このフォローってまあコミュニティ自体をどうやって良くするんだっけとか、うん、そういうことを考えてアクションしてくれる人が来てくれたらまあいいよね、うん、これから2期が始まるっていう中では関わりはこれからも一生続くし、ホーロ1期生の彼らの人生もこれからどんどん続いていく、うん、転職を実際にしてキャリアアップしたメンバー、うん、キャリアチェンジしたメンバーもいるし、起業しようっていうふうに考え出したメンバーもいるんで、ぜひそれを具体的にこう行動にどんどん起こしていってもらいたいなっていうふうに思うのと、まあ旅っぽともねぜひぜひ関わりに来てほしいなっていうふうに思って、僕も本当に1期生のメンバー出会えてよかったっていうふうに思ってるんで、もっともっと一緒に仕事をしたりとかね、それこそうちの会社に入社してくれるとか、いやそれはいいね。そうだね、うん、あとはやっぱりポーロの OB 組織みたいな、うん、で1期生と2期生の交流があって、うんうん、1期生にこういう人いるんだって言ってすぐに繋がれたりっていう、うん、なんかそのポーロのコミュニティがさらにこう世代ごとにも積み重なっていくと、うん、いろんなものが生まれていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、その結果旅が広まるとか、うん、社会が良くなるっていうことに繋がっていくと、僕らとしてもやっぱりやりがいがあるなと思いますね、はいはいはい。ホーロの兄貴はオンライン中心で僕らとしても挑戦ですし、楽しくなるし、また濃いコミュニティになる予定なので、主体的な人に申し込みしてほしいなと思ってます。今後も僕らだけじゃなくて講師となる方とかをこうゲストに呼んでホーロについてこう一緒に語ったりみたいなことをこの YouTube にもアップしたいなというふうに思いますし、あとあの YouTube の視聴者特典みたいなものがあるので概要欄に貼ってありますので、ぜひ見ていただければなと思います。ということでこの辺でね、はい、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。